サッカーはチームスポーツではありますが、点を取ることが求められるフォワードなどのポジションでは、自分がゴールを決めてやるというエゴイストな一面も重要だとされています。実際、世界的なストライカーであるロナウドやスアレスなどもエゴイストな一面があり、ゴール前でパスをもらえずにブチ切れているシーンも見受けられます。また300人の中からたった一人のエゴイストなフォワードを誕生させるために全員を施設に軟禁し、日本代表メンバー入りをかけたサバイバルを行うという奇抜な設定が大人気の漫画ブルーロックでも、日本人はエゴが足りない、世界一のエゴイストでなければ世界一のストライカーにはなれないなど、エゴイストであることの重要性が強調されています。そこで今回は日本代表のエゴイスト6選を紹介します。いい意味で日本人らしくない強靭なメンタルを持った選手を紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。まずはかなり昔の選手にはなりますが、1968年のメキシコ五輪ではアジア人初の得点王を受賞し、日本代表最多得点記録保持者でもある伝説のストライカー釜本邦茂を紹介します。2位の三浦和義、3位の岡崎慎司と比較しても、いかにその得点が異常かがわかると思います。しかも数は89試合中の55得点、岡崎は119試合中の50得点なのに対し、釜本は76試合中の75得点、ほぼ1試合に1ゴール決めている計算です。日本代表で10ゴール以上決めている選手で、釜本の効率を上回る選手は一人もいません。釜本の時代はヨーロッパや南米以外の国はサッカーがまだ発展しておらず、アジア諸国との対戦の際は相手がほぼアマチュアレベルだったから得点が稼ぎやすかったという意見もありますが、それは日本も同じことで、釜本もヤンマーに入社して会社員として1日8時間働きながらサッカーの練習をしていた過去があります。そんな時代にオリンピックで銅メダルを取れたことに驚きを隠せませんね。しかも釜本の実力は海外にも認められており、強烈なシュートはサムライバズーカと呼ばれ、日本サッカー発展のために国内でのプレーを選択したものの、海外からのオファーもたくさんあったそうです。そんな釜本ですが、圧倒的な得点力を持つと同時に強気で負けず嫌いな性格で知られており、自分が活躍せずに勝った試合よりも自分が活躍して負けた試合の方が自分にとっては重要と言い切るなど、かなりのエゴイストでもありました。引退後もサッカーに様々な形で関わっており、組織的なフォーメーションやボールを取られないためのパスの練習ばかりではなく、結局はゴールを取るか取られるか、日本はもっとシンプルに点を取りに行くべき、シュートを積極的に狙うべきといった主張をしてきました。これは自分だけかもしれませんが、小中学生時代はミニゲームなどで相手を崩しきっていないのにシュートを打つとつまんない、ずるいという風潮があった気がします。どんな形でも決まれば1点です。こういった点は積極的に変えていく必要があると感じますね。続いては日本代表得点ランキング2位のキングカズこと三浦和義。55歳となった現在でもなんと現役選手として活動しており、2023年からはポルトガル2部のウニオン・デスポルティーバ・オリベイレンセに期限付き移籍。この年になって新たな挑戦をし続ける姿には感動しますね。そんなカズですが、キレのあるドリブルを武器に高い得点能力を誇る一方、守備もしっかりこなす献身性も兼ね備えた選手です。しかし自分が得点を決めてチームを勝たせるというストライカーとしてのエゴはかなり強く、日本が悲願のワールドカップ初出場を決めたジョホールバルの歓喜とも呼ばれるフランスワールドカップアジア第3代表決定戦のイラン戦では、フリーキックは中田もしくは七海が蹴ることという岡田監督の指示を無視して勝手にフリーキックを蹴り、中田秀をぶち切れさせた挙句宇宙開発。結果だけ見ればカズのエゴが裏目に出た瞬間ですが、世界的ストライカーであるロナウドやメッシも一度は同様の経験をしているはずです。本田圭佑にしても中村俊輔からフリーキックを奪おうとして2人の関係が悪化したという噂も出ましたが、結果的に本田は南アフリカワールドカップでフリーキックを決めています。全員がチームのために戦いながらも、こういうシーンが頻繁に現れるのが理想なのかもしれません。カズがワールドカップのメンバーに落選したのはこういったエゴの強さが原因という説もありますが、個人的には風呂場でふざけて岡田監督の頭を蹴り、岡田監督がメガネを落として怒った事件も一つの理由ではないかと考えています。ちなみにカズはブラジルに留学した際、俺がフリーなのにあいつらパスを出せない、下手なんだよと話していたそうです。いい意味で自分勝手なこのメンタリティこそブラジルでも生き残れた理由かもしれませんね。続いては J1 通算最多得点記録保持者でもある大久保嘉人です。大久保は非常に万能なアタッカーであり、パス、ドリブル、シュート全てを高水準でこなせる上、前線であればどのポジションでもプレーすることができます。短期で闘争心が非常に強く、それが素晴らしい得点につながることもある一方、不必要な警告や退場も多いという特徴もあります。
エゴも強く、新人時代から先輩にも臆することなくパスを要求し、能力、度胸ともに新人離れしたものを持つと評されており、大久保自身は当時を振り返って、若いやつはそれでいい、遠慮する必要はないし、人生かかってるから、それで恥ずかしくて自分が出せない選手はそこまでの選手で、そういう選手がもっと出てきたらいいと語っています。また PK はめちゃくちゃ緊張するから嫌いだそうですが、得点で勝利に貢献したいという気持ちからキッカーを務めているそうです。このように大久保はとにかく自分の得点でチームを勝たせるという思いが強く、俺が決めてやる、俺にボールをよこせという強い気持ちでプレーしていますが、シュートの不発が続いたりすると気持ちが弱ってゴール前ドフリーで超チャンスな状況だとしても、俺のところにパス来るなよと思ってしまったりすることもあるそうです。しかしそれでも弱いところは見せず、味方にボールを要求し続ける、それでシュートを決めればまた自信が生まれると語っています。余談ですが、スペイン時代にレアルマドリードと対戦した際、大久保はベッカムに肘打ちをかまして口論になります。試合後チームメイトに、ベッカムに肘打ちできるのは君ぐらいだと言われますが、大久保はベッカム誰それと返したそうです。このふてぶてしさが大久保らしくていいですね。ちなみに大久保のメンタルが鍛え上げられたのは、名門国見高校のハードスキル練習が一つの要因です。山道を12キロ走った後に3試合をこなし、試合後は階段ダッシュなどハードなメニューを行った後、帰りの12キロも走り、後々調べたら1日で72キロほど走っていたそうです。心身ともに鍛え上げられるのも納得ですね。続いてはアディショナルタイム7分でおなじみ本田圭佑。本田といえばボールを持ったらとりあえず俺を見ておけ、プロフェッショナルとは圭佑本田、気を清しいなど自信家でビッグマウスのイメージがあると思いますが、自分がゴールを決めてチームを勝たせるというストライカーとしてのエゴはプロ入り後に徐々に芽生えたものだと言えます。本田は負けず嫌いで非常にストイックな性格であり、中学時代はガンバジュニアユースに所属するも、急速な体格の変化に筋力や心肺能力が間に合わず、スピードやスタミナに大きな弱点がありました。そのためユースに昇格できず、石川県の名門星稜高校サッカー部に入部します。入部後も毎日の食事の栄養バランスまで詳細に分析するサッカーノートをつけるなど地道な努力を重ね、3年時にはキャプテンとして高校サッカー選手権でベスト4進出に貢献。そんなストイックな本田ですが、当時のプレースタイルは自身でゴールを積極的に狙うというよりはパス主体。高校卒業後に加入した名古屋グランパスでは1年目から出場を重ね、3年間で公式戦104試合に出場するも、得点はわずかに13点。日本代表での圧倒的な得点力に比べるとかなり少なく見えます。2008年にはオランダ一部のフェーフェーフェーフェンロに移籍。シーズン中にレギュラーに定着して14試合に出場するも、チームは2部降格が決定。この時チームの主力の選手たちが次々に一部のチームに移籍する中で、本田には条件のいいオファーが来ませんでした。その原因として14試合で2ゴールしか決めておらず、実績のない若手選手としては目に見える結果を出していない点が挙げられます。同時期に本田は北京五輪にも出場しており、得点の重要性を再確認。以降は自分で得点を取るためにプレースタイルを改革、試合中になるべく多くのシュートを打つことを意識し、シーズン通算16ゴール13アシストを記録。海外で評価されるためにゴールという目に見える結果を残そうとしてプレースタイルを変化させた結果、以降の日本代表戦ではエゴイストな一面が強く見られるようになりました。2009年に行われたオランダとの親善試合では、当時日本の絶対的存在であった中村俊輔から、俊さん最近フリーキック決めてないでしょとフリーキックを奪おうとし、両者に一時亀裂が入る事件もありました。その後も本田の勢いは凄まじく、南アフリカワールドカップではそれまで経験のなかったワントップに抜擢されますが、2ゴール1アシストで日本のグループステージ通過に貢献。またデンマーク戦で決めた伝説のフリーキックのシーンでは、かなりの距離がありながらも味方に下がれ下がれと指示を出し、得意の無回転シュートを叩き込みました。このプレーにも本田の変化が現れていると感じますね。その後も日本代表として長く活躍し、ここぞという PK のシーンなどでは本田がキッカーを務めるシーンが多かったです。これは当然キックの技術の高さもありますが、絶対に自分が決めてやるという強い気持ちが大きいと思います。このようなメンタリティを持っているからこそ、ワールドカップ3大会連続得点&アシストという化け物のような記録を達成できたと思いますね。続いては日本代表の喧嘩番長南野こと南野匠です。南野はカタールワールドカップアジア最終予選以降、徐々にパフォーマンスに曇りが見られ、現在では三笘や鎌田にポジションを奪われてしまいましたが、森保ジャパン発足直後はトップ下の絶対的なレギュラーとして圧倒的な攻撃力を発揮していました。
当時の得点力は凄まじく、カタールワールドカップアジア二次予選では日本代表史上初となるワールドカップ予選開幕からの7戦連続ゴールを達成。7試合連続のゴール自体も2016年に本田圭佑が残した記録と並んでトップタイです。しかもポジションはトップ下で最前線の選手ではありませんし、 PK キッカーを務めていたわけでもありません。単純に得点能力が高すぎます。南野自体も自分がエゴイストであることを認めており、それが顕著に表れているのがセレッソ大阪時代に起きた知る人ぞ知る USB 事件。2014年11月に行われたベガルタ仙台戦の81分、右サイドでボールを受けた南野はドリブルでペナルティエリア内に侵入しシュートを放ちますが、ここは決めきることができません。そしてこれに対してブチ切れたのがチームメイトのカカウ。ペナルティエリア内でフリーだったカカウは、なぜ俺にパスをしないんだと言わんばかりの激しいジェスチャーで南野に怒りを見せますが、南野はカカウを見つめた後、うっさいんじゃボケと吐き捨てました。ちなみにうっさいんじゃボケという発言の音声データは残っていないのですが、口の動きから明らかにそう言っているため USB 事件と呼ばれるようになりました。カカウと南野のエゴが衝突した瞬間ですね。また南野は味方との連携もうまいですが、シュートを狙える際は自分で打ちに行く判断が強いです。カタールワールドカップアジア最終予選のサウジアラビア戦では、逆サイドで伊藤がフリーでしたが、自分がプレッシャーを受けていない状況だったこともあり、距離がある位置から少し強引にミドルシュートを狙うシーンもありました。個人的には伊藤へのパスの方が期待値は高かったと思いますが、ここでシュートを狙うのがいい意味で南野らしいです。キリンチャレンジカップ2019のコロンビア戦でも、左でニコニコサイコパスドリブラー中島がフリーだったにもかかわらず、積極的にミドルシュートを狙っています。このシーンに関して南野は、周りが見えていた中でシュートを選択した場面は悪くないかなと思います、打つという気持ちや積極性というのが何よりも大事だと思うので、とコメントしており、南野の考えが伺えます。またオーストラリア戦では、長友のクロスが鬼高速パスすぎて合わせきれず、惜しくもクロスバーに阻まれてしまうシーンでは、自分で打てやボケなのか、パス早すぎるんじゃボケなのかは分かりませんが、長友に不満げな表情を見せていました。少し気性が荒い部分もありますが、森保ジャパン発足時のプレーのキレは目を見張るものがありましたし、リバプール時代も出場機会に恵まれなかったとはいえ、2021-22 シーズンには国内公式戦決定率1位と、国内公式戦1得点に要した平均出場時間最少の記録も残しています。モナコでも出場機会がつかめず苦戦が続いている南野ですが、なんとかキレを取り戻して、モナコのチームメイトにうっさいんじゃボケと言い放つレベルまで成長してほしいですね。最後は、先ほど紹介したエゴイストな南野が今の日本代表で最もエゴイストだと思う選手に名前を挙げた堂安律を紹介します。堂安はいい意味で日本人らしくないメンタルを持っており、先輩や監督に対しても自分の思っていることをはっきりと伝える性格ですし、試合中はとにかく貪欲にゴールを狙う姿勢を見せます。先ほど紹介したコロンビア戦の南野のシュートは賛否が分かれるプレーだと思いますが、堂安は拍手で称賛。僕も前線の選手ですし、匠くんも若いうちから海外でやっている、メンタル的なところで海外で生き抜く上で同じ心境の中でやってきたと思う、自分が点を取れると思っているし、自分のシュートに自信を持っているから、そういうマインドになっていますとコメントしており、自身の得点能力に自信を持っていることがうかがえます。堂安は森保ジャパン発足時は右サイドのレギュラーをつかむと、2019年のアジアカップでは準々決勝のベトナム戦前に、フィジカルトレーニングの師匠長友の前でゴールを決められなかったら丸刈りにすると約束し、その言葉通りゴールを決めました。素晴らしいメンタルですが、個人的には前田大然スタイルの堂安も見てみたかったです。しかし、自分でゴールを決めたい思いが強すぎるがあまり、無理な仕掛けをして相手にボールを奪われたりするシーンも目立つようになり、カタールワールドカップアジア予選では同じく右サイドを主戦場とする伊東純也にポジションを奪われる結果となってしまいます。しかし堂安はそこからさらに経験を積んでプレースタイルを修正、積極的にシュートを狙いながらも、状況によっては周囲の味方を生かすチャンスメイクの意識が高まりましたし、左足を生かしたカットインだけでなく、縦突破からの右足のクロスの精度もかなり改善されました。プレーの選択肢は広がりましたが、やはり堂安の根底にあるのは自分のゴールでチームを勝たせるという強烈なエゴ。それが現れたのがカタールワールドカップ第3節のスペイン戦でしょう。0対1で迎えた48分、日本は前線から連動したプレスをかけ、右サイドで伊東純也が自身のマークを捨てて相手に特攻。堂安はこのこぼれ球を回収すると、華麗なタッチで相手をかわして中にボールを運ぶと、少し距離はありましたが左足一閃、時速120キロ超えの剛速球はスペインの名手ゴールキーパーシモンの腕を弾き飛ばし、ゴールに吸い込まれました。堂安はこのシュートについて、
あそこは俺のコース、思い切って打ったとコメントしています。あの状況ではシュート以外にも様々な選択肢がありました。左足でのシュートに自信がない選手であれば、中央にいる三笘や田中碧へのパスも選択肢に入ってくるでしょう。しかし堂安は自分を信じて左足を振り抜き、最高の結果を呼びました。まさにエゴイスト。堂安は技術やフィジカル面も素晴らしいですが、今大会チーム最多の2得点を決められたのは、南アフリカからロシアワールドカップにおける本田圭佑のようにメンタルの部分が大きいと思います。今後はさらにステップアップして日本のエースとして活躍してほしいですね。今回は日本代表のエゴイスト6選を紹介しました。漫画ブルーロックの影響もあり、ストライカーに強いエゴを求める風潮が強くなってきていると感じます。メッシやロナウド、レバンドフスキ、ハーランドなどと肩を並べる化け物級のストライカーが日本にも誕生すれば、日本サッカーは大きく躍進すると思います。若手選手に期待ですね。完全に余談ですが、南野はブルーロックの読者でもあるらしく、作者である金城さんとの対談では、何より設定が面白いですよね、あと監督の名前がと言っており、これに対して金城さんが、結構むちゃくちゃ書いてるんで申し訳ないこともあるんですけど、あくまで漫画として面白がってくれればいいなとは思っているんですけどと焦った様子を見せます。作中で登場する U22 日本代表の監督大市康盛は、守備を強化する無難な戦略を提示して選手に否定されたり、弱気でリーダーシップに欠けるなど、チームへの愛情はある一方、監督としては少し無能というイメージを持つ人物となっています。そして名前からわかるように、この監督のモデルは明らかに現日本代表監督のあの人です。こういったブラックジョークも含め、ストーリーもなかなか面白いので、機会があればぜひ読んでみてください。ちなみに自分は国上蓮介推しです。それではまた。